吉田さん、人生はいずれ死ぬいつか終わる意味ないですよいくらね人間の一生でああだこうだうじゃぱじゃやったところで死ねば忘れられて地球の一生から見るとあれ君いたのみたいな世界ですよねまあけどねやっぱりこう海が汚いのってのはなんか嫌でしょそんなレベルなんですよ、私たちが考えてるのも今日一日目先の自分の 目で見える範囲のものが自分にとって心地のいいものか悪いのかってことなんですよ。それこそ世界中にはいろんなニュースが満ちあふれてますし不幸を探せばいくらでも見つかるんですよ。でそれによって「なんて世の中だ!」って思うのかそれとも世の中でもなんかすごく美しいものがあるきれいなものがあるオープンカーで海辺を走ると気持ちいいな。で一日も長くそうやっていこうかなと思えばじゃあ,、まあそこそこ稼がないとねってことになってきて整合性が取れていくんですよね。 まあ所詮私たちが望んでいるものってのはごく個人的な幸せでありねごく数十年の豊かさなんですよでも馬鹿にできないのはそれを地球上の全員が実現できればもう十分なんじゃないかなってことなんですよねたかだか自分の人生がまあ続いている数十年の間の幸せで豊かな繁栄の時代があればいいその他の時代はどうなってもいいよそして自分の見えてる範囲で 幸せや美しいものがそこそこあったらそれで十分だよ。それをみんなが過ごせれば全員ハッピーなわけでしょ。でも別に銀行口座に5兆円なくたっていいわけですよ。どうせ残っちゃうんで。ね。となると、まあどのぐらい人生の経費がかかるのかなってことを軽く計算しておいてね。じゃあそこに、そこを目指してビジネスの自分の取り組むルートを選択すれば 最小限の労力で最大限の楽しみを手にすることができるんじゃないかなと思うんですよ。それが自分の能力に見合ってない幸せをどっかのセールストークにほだされて、盲信し,したら結構不幸につながるんじゃないかなと思うんですよね。だって別にね、10億100億って必要ないんですよ、うん。今私が暮らしてるこの暮らしだって、5億あったらお釣りが来るんですよね。そうなったら、 そこまでしゃかり気にやんなくても作れるでしょうっていうところとまあでもある程度は一生懸命やんないと土台は作れないよねってことなんですよ。うん、まあ、吉さんととその辺考えてること一緒ですよねだから意味がなくてもいいんですよ自分一人に意味が残ればねもしくは意味なんて残んなくたってまあ日々何か楽しかったなと面白かったなとまあそこそこ湧き起こった欲望は叶えられたかなと思えばそれで十分なのかなっていうところですよね。そこに 世界平和ととかか環境破壊だとかもう一人じゃどうしようもできないことに自分の人生をどのぐらいつぎ込めるのかなと思ったら、まあ、バランス壊しちゃうんでね、うんまあ、とりあえずは自分の関わる世界が平和だってほしいなとそのためには差し合って差しあたってね第3次世界大戦が来ちゃダメだなとか。 エネルギー資源が枯渇しちゃダメだなってところで、ゆるくそういったところは指示しないといけないかなっていうところかなと思いますよね。まあいろいろ考えられますよね。東京都にあれでしょ太陽光パネルが義務化されるわけでしょアホかと思いますけども、東京には絶対行かんと。パネルを引いてあげく、首都直下型地震で台無しになるんでしょうというふうなね、ストーリーを妄想するのもまた一つかなと思います。それでは朝6時18分。いってらっしゃい。